こんにちは、速稼塾の久保です。今ね、私ね、十数年ですね、40型のモニターをずっと使ってたんですよね。これっていうのは、私が以前広島県の廿日市に住んでる時に、確かね、なんか薄型テレビの補助金が8割出るっていうので、買ったんですよ。もうね、麻生財務大臣が麻生総理だった頃の話だと思いますけども、当時私ガードマンでですね、とてもじゃないけど当時20万円もするような40型の、ブラビアですか、ソニーのブラビア買えなかった、高値の花だったんですけども、ただそのね、補助金が出るっていうんで買うこと決めたんですよ。で、買ったら補助金8割が1年後くらいに出たんですけども、その補助金で冷蔵庫を買ったりね、他の電子レンジとか電気釜買ったりとかして、家電がやっと揃ったっていう経緯があるんですよ。で、あれから十数年経って、今私はですね、こちら、昨日ね、実はそのテレビとの付き合いが終わったんですよ。壊れちゃってね。で、今日早速近くのダイレックスっていうね、なんか A2Z ショップに行ってきたんですけども、テレビがなんとね、50型で3万4000円で売ってました。いやー、なんだこの安さはと思いましたね。しかも軽くて一人で持てるんで、重量10キロもないんですよ。だからほうほうほうって言ってからつけちゃったんですよね。で、これがそのテレビなんですけども、ドーンとね、この大きさです。あまりわかんないですね。でもね、実際はここに40型がはまってたんですけども、今回はモニターバーンとはめたら、もう他にね、なんかその辺に本棚とか詰めるところがなくって、きっちりはまりました、50型で。私の家っていうのは中古の住宅だったんですけども、これ前のオーナーさん、ワンオーナーの家なんですけど、前のオーナーさんがここにテレビのスペースつけてくれてたんですよね。でも当時は薄型テレビとかない時代なんですよ。なのに50型テレビなんてのがぴったりはまるサイズに、これね、テレビラックを、これ備え付けなんで、家にもう完全にビルトインされてるんですよね。だから外したりとか後付けとかじゃないんですよ。で、そこにはまるようにこれを作ってくれたんですね。いやー、驚きはね、いろいろと隠せないんですけども、その一つが今50型のテレビが3万5000円を切ってるというね。50型ですよ、薄型、しかも軽くて映りもよくって、もうなんかハイビジョン、フルハイビジョンで、キュリオムっていうね、よくわかんないブランドですね、多分中国でしょうけども、ダブルチューナー、裏番組録画対応、外付けハードディスク録画対応、視野角178度、どこからでも見やすい LED、 なんとかかんとか、日本開発エンジン搭載、中国製のモニターに日本エンジン、日本型のエンジンがついているということが売りになっているということなんで、日本の技術力さすがだなというところもありますけども、それが3万5000円を切る値段で出ていたということでね、パチッと一発買いですよ。すごい、いやー、すごい、なんかね、爽やか、さらに爽やか、リモコンもついていて、パチッとな。さあ、映りますよ。あー、映ったということでね、はい、はい、正直に言うとね、以前の、ブラビアよりは音はちょっとね、ちょっとおとなしいかなっていう、なんかサラウンド的な感覚はないですね。でも今回50型のテレビということで、私生涯初この大きさ、50型、あ、違う、あの5万5000円ぐらいで55型のテレビをコストコで買ったのが、あのジムにありますね、私のホームジムに。あれの方がでかいな。55型は確かにここはまんないんですよ。今回50型ギリギリサイズがバシッとフルハイビジョンではまりましたという、ただそれだけの記録映像でございます。いってらっしゃい。